日本経営同協会で学んだことを日々の経営にどのように生かしているかを、会員の皆様に発信していただく経営 Do のコーナーです。本日のゲストはこの方、自己紹介お願いいたします。町田信之と言います。仕事はソニー生命保険株式会社で、ライフプランナーをしております。日本経営同協会との出会いのきっかけを教えてください。はい、やはり経営者の気持ちとかお考えとか思想とか哲学とかそういったものを、どういうふうに皆さん考えてるかっていうのに興味を持って、まあ、仕事にも活かせるんじゃないかなってことで、もちろん個人と、経営者の、方の、こう相談を受けてる立場でしたので、まあ、これは絶対に人生の中で役立つと思いまして、入ることを、決めました。こう何か学んだことですとか気づきがあればぜひ教えてください。はい、やはり1年間なかなか社会人になりますと1年間こう大人同士の仲間で勉強していくっていうことがほとんどない世界だと思うんですけども、これは1年間かけてですね、社長のインタビューやら社長のお考え思想哲学そういうものもですね、みんなでチームでですね聞いてですね、一つのこう発表につなげていくっていうことで、同じこう、ね、考えを持つ仲間が増えたということで、人脈的にも非常に広がったところが非常に良かったです。社長がどういうふうに考えているのかなっていうところが、いろいろな社長の話を聞くことによって幅が広がったというかですね、まあ、そういったところも法人営業に行く中でもですね、引き出しが増えたのかなというふうに思ってます。なかなか日本の社会の中でですね、お金の教育って学校であまりされないんですね。だそういう中でお金の教育はまず、まあ、すぐにやれって言っても難しいと思うんですけども、私は仕事がファイナンシャルプランナーという仕事なので、やはりそのお金に対するその、まあ、勉強というかですね、考え方でなかなかそのお金のことを教えてくれる人がいないというのが現実で、じゃあ学校の先生がそういうお立場にあるかって言ったらなかなかないのと、やはりじゃあ会社の上司がそういうことを教えてくれるかっていうのもないので、そういうところを私がやはり個人法人含めてまあ何ですかね、アドバイザーっていうかですね、良き、伴走者としてですね、寄り添って一生いけるっていうところに今課題を感じているので、まあぜひともそれを、まあ、日々実現していきたいなと思ってます。やっぱりそういうなんかきっかけになるような授業とかを少しでも学べる機会があればよかったなってなんか常々本当に思っているので、おっしゃる通りで、やはり10人といろ、まあ、100人いれば100通りいろいろなお考えが皆さん違いますので、そういった中で皆さんの、まあ、個人ご家庭においてのお考えに基づいたアドバイスをしていくっていうのが私の仕事ですので、これをしなくちゃいけないとかこれじゃなくちゃいけないっていう強制ではなくて、やはりそのご家庭とか個人がこう思ってるってことに対して適切なアドバイスをしていけるのが私の目標です。私もですね、今、社歴でいうと18年目になっておりまして、お客様もかなりの数、世帯でいうと今もう1000世帯に近づいておりまして、お客さんも守っていくお客さんもたくさんいるんで、まあ、責任ある仕事なんですけども、やっぱりそれをより多くですね、もっと多くの方に伝えて、もちろんやっぱり時代時代でいろいろと制度も税金とかですね制度も変わっていきますので、そういったところも、まあ、勉強して皆さんに最先端の情報を提供していければなと思っております。ご活躍ご期待しております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは、町田信之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。